さて、次が最後の曲になってしまいました。最後にお送りします曲はジョルジュ・ビゼー作曲の国曲子供の遊びです。この曲はもともとピアノ連弾の曲として12の曲からなる曲集として作曲されましたが、その後ビゼー自身がオーケストラ用にその中から5曲選んで小組曲とし演奏されるようになりました。今回はそんな曲集の中から第1楽章駒、第2楽章お人形、第3楽章木馬、第4楽章小さな旦那様小さな奥様、第5楽章ラッパと太鼓、第6楽章舞踏会の順番でお送りします。それでは最後までテンピースブラスバンドの響きをご堪能ください。改めまして、本日は K プラスセカンドコンサートにお越しいただき誠にありがとうございます。本日のナビゲーターは三河良平でお送りしました。またの機会に皆様とお会いできるのをメンバー一同心よりお待ちしております。Thank you.
Thank you.